いやー昨日はバレンタイン。あ、そうだ。霊夢に何個チョコもらったか聞いてみよう。おーい霊夢、チョコ何個もらった？チョコなんてねえよ。うるせえよ。黙れよ。ぼっちこそが正義。それじゃあ霊夢さんには編集をプレゼントします。立体的に震えるな。ということでソシャゲ下手だったけど最後のイベントで高い順位になったことでも話すわよ。あの前振り何も関係ないけど。関係あるでしょ。投稿季節。てか順位低すぎだろ。まあ初めてランキングしたし人も多かったしね。2回目のイベントはランキングがないミッションカグラですね。少しソシャゲになれたので全報酬もらいました。この水着に鳥懐かしいな。3回目のイベントは推しの用務のイベント。初心者の割には頑張って走りました。当時はランキングの走り方が少ししか定着してなかったから初心者の割にはいいんじゃないか。サムライゴースト懐かしすぎる。次のイベントはみんなが期待した当時3つ目のイベントのフォーチュンカグラですね。ほとんどチャレンジカグラと同じだった印象があります。このイベントと一緒にエイリン追加されたな。スコアで9407位取れて当時嬉しかったですね。育成の方もちゃんとやっていたからな。次は小石のイベントのミッションカグラですね。ちゃんと報酬を全部手に入れてるな。そして一番やる気がなかったイベント、とっても順位が低いです。まあソシャゲのイベントに飽きてきた頃だったな。まあそれにしても順位低すぎだろ。スコアも低いじゃん。まあ一番モチベがなかった時期なので。そして2回目のフォーチュンカグラ、こっちもあまりやる気なかったですね。ここら辺しっかりイベントしてなくて話すことないから自分が印象に残っているイベントコメント欄に書いてください。唐突に米稼ぎするじゃん。面白かったイベントでも最高順位のイベントでもいいです。やってなかった人は自分の推し書いてください。ちなみにこのイベントの将棋は実際にあった試合を元にしてるよ。このイベントは珍しくちゃんとしました。エモ属性のカードが強かったのでポイントとスコア両方走りました。今までの中でも順位高いな。満足した結果のイベントでしたね。そして鈴回収イベントのミッションカグラですね。鈴回収連打地獄懐かしすぎだろ。そしてリア充爆破イベントですね。前回高順位取れて嬉しかったから今回もより高い順位取れるように走りました。今までの中でも一番高いな。とかいろいろ言ってるけど動画まだ折り返し地点っていう話する？メタ発言すぎだろ。まあそういう話続けるのが実況者だろ。もうイベントについて話すことなんてないよ。あ、ちなみにこのイベントが2021年最後のイベントだったわ。それじゃあ次のイベントが2022年最初のイベントだな。2022年最初のイベントストーリーはカジノが関わっています。新年からカジノ見せる運営。それと初めてイベントのストーリーが2話構成ですね。最初が小石を取り戻す話で次が妙蓮寺を戻す話だったな。次のイベントはチェントランが桜を集める話ですね。このイベントストーリーの最後メインストーリーに関わる意味深な終わり方でしたね。そしてバレンタインの時期のイベントだな。バレンタインなんてねえよ。それ冒頭でやったから。そして自分の得意なエモ属性がイベント曲だったので高順位狙いました。2287位高順位じゃないか。そしてまたバレンタインイベントですね。2回もバレンタインイベントあるゲームなんですね。バレンタインなん言わせないよ。あと2023年は全てのイベント高順位取るようになってますね。確かに2022年と比べると順位高いな。イベントの効率的な走り方が完全に定着したし、そこまで苦痛じゃなかったから走ってたわ。そしたら高順位取れるようになったと。そういうことだね。あ、このイベントはイベント楽曲が29のやつですね。エキストラかルナティックでスコア走るか分かれてたね。もちろん自分はエキストラです。ルナやれよ。このイベントでは交流道のキャラが追加されましたね。そして一番人気のミッションカグラ。もうこの時にはレベル250超えてますね。ランカグ最終的にレベル500到達した人はどれくらいいるんだろうな。私は最終的に481レベでしたね。そして大富豪の第二玉討伐イベント。マルチ要素も薄くてタップ数が増えるイベントだったな。正直イベントの中で一番好きじゃない。そして推しの用務がイベントでたくさん手に入るイベントが来ました。もちろん充突しました。例の歯に優しいケーキも追加されたな。ここら辺の時期はランカグ通信がなくてモチベが下がってた時ですね。正直この時は少し不安だったけど、まあサービス終了ならないだろうと思ってました。まさかこんな人気ゲームが詐終しないよな。そしてこのイベントの後ランカグ通信最終回でサービス終了が決定しました。本当に悲しかったけど最終回のサムネで最終鬼畜が追加されるのではという予想も懐かしいな。まさかみんなサービス終了するとは思ってなかったからね。そこで私はランキング今までより走ることを心がけました。初めてリリース日から毎日遊んでいるゲームだからな。あとたくさん子も残ってたからね。使い道ないし。初期はレベル100になると入手できなくてレアアイテムだったね。最終的には合計400個以上あったけどね。ところでどうやってこんなに高順位取ったんだ？毎日走る、スタミナなくなったら回復、溜まったら走る、睡眠時間削る。あと最後のイベントは少しでスタミナでイベント周回しました。なので147位取れました。おお、すげえ、おめでとうなのぜ。最終日1、2時間周回して取れてよかったと思っています。リリース日から遊んでいるゲームで高順位取れてよかったな。
高順位トルコツのイベント前日からスタミナ回復してスタミナ99にして走りましたからね。ちゃんとイベントで高順位取るのに大事な小技だったな。まあサービス終了して意味のない小技だけど。ということでソシャゲ初心者が高順位取った出来事でした。自分の大好きなゲームで高順位取れて思い出になっています。ツイッターのヘッダーにするくらい高順位嬉しいです。それは良かったな。ということで皆さんよかったら高評価ボタンを押してください。コメントと高評価ちょうだい霊夢だ。だってダラダラ話してたから。こんな最後まで見てる人いないでしょ。めたいなおい。まあチョコの代わりに高評価ください。あの霊夢さん、バレンタイン終わってますよ。バレンタインなんてねえよ。